バス。スーパーでお買い物。今日はキャンプに行くのでみんなで準備をしましょう。やった。私はテントの準備を。僕は美味しいものを。この買い物リストを見てください。お、こんなにたくさん。みんなスーパーへ。よし、まずはカートを取って。お、あれ動かないぞ。わあ、変だな。何が起きたんだ。あ、このカートを使っていたの。ごめんね。どうぞ。それにしてもすごい力だな。わあ、いい匂い。それ、よいしょっと。おいしいサンドイッチ、試食はいかが。わあ、バカも。お、え、お、あ、お、え、あ、まだあった。お嬢さん、このお客さんにも味見させてくれるかな。どうですか、激辛サンドイッチのお味は。辛い、辛い。ドーナツとカップケーキはどこだ。お、ドーナツがあった。わ、カップケーキもあるぞ。え、ドーナツが売り切れてる。お、急いでカップケーキを買わなきゃ。あれ、それ、どういうことだ。あ、またあの子か。あ、まずい、フルーツを買い占められちゃう。急がなきゃ。今度こそ帰るぞ。特売のピザです。買います、買います。うわ、押さないで。うわ、うわ、うわ、ちょちょちょ。お、まずい、フルーツを全部持っていかれる。あ、ねね、お、空っぽ、空っぽ、全部空だ。あ、イチゴが一つ残ってる。うわあ、ダメだ。もう一度見てみよう。ない、ない、全部ない。お、棒付きキャンディーはまだ見てないぞ。え、また君か。待って。はい、待って。うわ、待った。うわ、待った。うわ、それはー、いやー、おー、へへ、今度は僕が一歩リードだ。うわー、なんだ、うわー、開いた。なんだって、また先を越された。お、危ない、登っちゃダメだよ。え、うわー、え、あ、うわー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 、やっと元に戻せた。
ベルマン君、キャンプの準備はどうですか？何も買えませんでした。ジビアン、やっと見つけたわよ。この声は確かアンさんだ。警察だ、逃げるわよ。それ待ちなさい。こんにちは、お会計ですね。うわあ、全部僕が買いたかったものだ。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、スーパーで買い物をするときは並べられた商品を乱暴に扱ったり棚に登ったりしてはいけないよ。またカートを押して遊んだり走り回ったりするのも他の人の迷惑になるからやめようね。みんな覚えたかな？ワン！お願い、いいねをしてね。ハロウィン。うわあ。やあ、ラドル星人。へっへっへっへ。ベルマンおじさん。イエーイ。行こう。なんかそりゃ。トリックオアトリート。おお。わあ、ダブルゲームだ。それ。わあ。よー、ようこそハロウィンのトリックオアトリート大会へ。お菓子を一番集めた者にチャンピオントロフィーを与えよう。わー、はあ、それではスタートです。イエーイ。ラドル、二人でチームを組んで絶対に勝つぞ。おう。わあ、ゾンビポジだ。一番乗りだ。おお。ラドル、急ごう。我らはゾンビマングラード。俺らだ。歩道通りたくば、足を結んだまま進むがいい。それ。あ。わあ。あの。二人は？一、二、一、二。追いかけよう。わあ。遅いぞ。早すぎるよ。ああ。どう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 。わあ。こうなれば奥の手だ。私たちの勝ちね。なんだっけ。飛ぶよ。それ。ほら。トリックオア。トリート。お、やった。勝ったぞ。はい、お菓子だよ。やったこれだけあれば楽勝でしょう。あんなにもっと急がないと。ドアをノックできるかな。うわー、だだだ。ひしくいパパだ。かぼちゃお化けだ。かぼちゃお化けだぞ。わあ、道を塞がれた。かぼちゃお化けは強すぎる。別のところにしよう。それがあればコントロールできるぞ。
トリックオアトリート。君たちが初クリアだ。やったこれだけあれば僕たちの勝ちは間違いないね。おいしい。僕も一つ。おいしい。終了まであと少し。皆さん頑張ってください。まずい、もうこれしかない。どうしよう。魔女の家に急げ。大量のお菓子があるぞ。これはチャンスだ。急ごう。絶対負けないぞ。お化け、まあね、負けるもんか。それはあ。トリックはトリート。おははは、私は魔女のパピーよ。これだけ？もっとお菓子が欲しいなら魔法薬作りを手伝ってもらうわよ。わあ、任せて。マジカルマジカル現れよう。お、あ、わあ、大きなクレーンゲームだ。お、わあ、どういうことだ。二人で協力してクレーンでお菓子を取って魔法薬を作るのよ。必要なのはクモキャンディ、コウモリキャンディ、ケムシキャンディよ。お、任せて。ラドル頑張れ。任せて。クレーンゲームは得意なんだ。ごめんね、これは初めてで。大丈夫、続けて。よし、もう一度だ。ほら、それ。やった、取れたぞ。あとはクモキャンディーだ。どこだろう。クモは嫌だ。ブルマ落ちた。クモは行っちゃったよ。行ったの。クモキャンディーだ。任務完了。魔法薬よ、現れよう。おかしだ。ヤッホー。今大会のチャンピオンはベルマン君とラドル君です。ありがとう。甘い。キャンディ出てきたトロフィーだ。ハッピーハロウィン。お風呂嫌いなペット。モッピーったら泥だらけじゃない。お風呂に入りましょうね。あ、逃げないの。お風呂に入ろうね。うわ、そんなに嫌なの。大丈夫、怖くないわよ。は？待って、逃げないで。わあ、車が新品みたいだ。お、何の音だ。わあ、ベルマン君。せっかく洗車したのに。ごめんなさい、うちのペットのモッピーがお風呂が嫌で逃げ出しちゃったの。安心してください、私たちが見つけてきます。おせんか。キツネちゃん見て、お花を持ってきたのちゃん。くさい。ルルルルル、あ、あ
げてあげて。うわぁ、キョロ、セレツー、逃げろ。あ、追いかけてきた、もっと早く。あ、モッピーだ。あ、それ。モッピー、飼い主のウサギちゃんが探しているよ。僕に任せてください。んお、見つけたぞ。あ、それモッピー、今度は逃げられないぞ。え、お、私のモップがどうかした？間違えました。すみません、ごめんなさい。いいよモッピー、逃がさないぞ。それパッタ、それドワー、絶対に捕まえてやる。いたたたたた、あそこです、それ。今度こそ逃がさないぞ。なんてずるいんだ。それ捕まえた。排水溝を追いましょう。はい、お、こっちです。お、ここです。お、その匂いのせいでみんなが遊びたがらないんだよ。お風呂に入る気になったかな。うさぎちゃん、二人ともどうしてそんなに汚れてるの。モッピーは見つかった、見て、ドドマッピー、ドロドロドロ、ドロドロ。え、何があったの？モッピーはお風呂が大好きになったんだよ。ドロドロドロ、僕たちもお風呂に入った方がいいって教えてくれたみたいだ。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、ペットも私たちと同じように定期的にきれいにしてあげることで健康を維持し、病気を防ぐことができるんだよ。それに見た目も可愛くなって、他の人やペットとももっと仲良くなれるんだ。そうすればペットも自信を持ってもっと楽しく過ごせるよ。みんな覚えたかな？ワン！サーフィンの準備。へへ、うわ、にげ、うわ、やった、へへ、完璧だ。それ、は、出発。へへへへへ。
ママ、泳ぎに行ってくる。あ、待って。日差しが強いから帽子をかぶっていきなさい。帽子をかぶらなきゃ。帽子はどこだ。違うな、それ、違う、違う、これも違う。ベルマン、僕の帽子はどこだ。ああ、ここにあるわよ。いたたた。お、わあ、やっと見つけた。行ってきます。あ、ちょっと。日焼け止めも塗らないと。よし、最後にサングラスをかけて完璧。それベルマン君、迎えに来たよ。準備はいいかい。あ、今行きます。あ、ちょっと待って。どうしたの。水泳帽とゴーグルとタオルは。あ、忘れてた。ちょっと待っててください。また忘れ物したんですね。ベルマ、まだ見つからないの。水泳セットはどこだ。どうして見つからないんだ。ここにあるじゃない。そんな目立つところにあったなんて。ベルマン君、準備できましたか。はい。それ、ママ、行ってきます。楽しんでおいで。お待たせしました。それそれ、出発。サーフィンだ。サーフィン、間違えた。サーフボードを取ってきます。サーフボードはここじゃない。ここにもない。どこにもない。サーフボードが見つからない。どうしよう。サーフボード、お尻の下にあるじゃない。はあ、やった、見つかった。サーフィンに行くの。待ってて。これを持って行きなさい。ライフジャケット、パラソル、水筒、それから。ママの準備は完璧だ。それじゃあ行ってきます。待って。また何か忘れた。いいえ、せっかくこんなに準備したんだったらいいぞ。やっほー、それ。一緒にサーフィンしましょう。すぐ行きます。わあ、ベルマンママすごいですね。もちろん僕のママだからね。これもママが全部準備したんだよ。本当にすごい。やっほー。ラブールケーブのワンポイントアドバイス。みんな、何かするときには必要なものをチェックして事前に準備をしようね。スーパーに行く前に買い物リストを作ったり、学校に行く前にカバンを確認したりすると慌てずに済んで不要なトラブルを避けられるよ。みんな覚えたかな。ワン。ドラマーになりたい。ママ、疲れた。あ、うわぁ、私もプロドラマーになりたい。
先生に教わった曲を練習してみんなに聴いてもらうの。いいね。私、もしかして下手なのかな。大丈夫よ、もっと練習したら先生みたいに上手になるわよ。うん、もう一度やってみる。あわわわ、なんて音だ。あ、耳が持たないよ。私のドラムそんなにひどいの？ごめんね。さあ、今日もドラムの練習をしましょう。ん？あ！え？ドラムは？ドラムセットが消えちゃった。消えちゃった。どう、何かあったようです。サルママさん、何があったんです？ラブール警部、家のドラムセットがなくなったの。お姉ちゃんが大事にしてたドラムなんだ。安心してください、私たちが必ずドラムを取り戻します。ドアの鍵も塀にも異常はありません。外部から侵入したようには見えませんね。ドラムセットはどこに消えたんでしょうか。わあ、はっ、あ、こんなところにドラムスティック。あ、はあ、何の音だ。うん、お、お、へへ、逃がさないぞ。それはっ、もしかしてルルがドラムを盗んだの？違います、ルルはドラムを見つけておもちゃとして遊んでいたんです。わわわわわわ、シンバルを見つけたぞ。もっと庭を調べてみましょう。はい。ん？こんなところにあった。もう一つのシンバルも。ドラムセットはあと一つどこにあるんだろう。これはなんだ。それ、うわあ、入った。あらあかあ、全部揃ってるわ。ありがとうございます。それにしても庭の至る所にドラムが隠されていたのはなぜだろう。お、サルちゃん、ドラムを隠しましたか？ごめんなさい、私が隠しました。サルちゃん、どうしてそんなことを？私、もうドラム嫌い。何日も練習したのにちっとも上手くならないんだもん。何日も？ちょっと待っててください。おね、はっと、いっ、やった。お、はい、はった、えい、や、はっ、ママ、ママ、楽器屋さんで見たドラムの達人はラブールケーブだったんだよ。ラブールケーブすごい。何年も練習しましたからね。サルちゃん、さあ、叩いてみて。焦らずにリズムを保つことが大切なんだ。さあ、さあ、一緒に。
おう、リズムを合わせて。よかったよ。お姉ちゃん、本当にすごい。ドラムは練習を続けることが大切なんだよ。難しくてもすぐに諦めないで。うん、私もいっぱい練習してラボールケーブみたいに上手になる。ラボールケーブのワンポイントアドバイス。みんな、何か新しいことに挑戦するときは必ず困難に直面するよ。諦めたくなるかもしれない。けれど、その困難を乗り越えなければ見れない景色もあるんだ。決して諦めず努力を続けることが成功への道なんだよ。ワン！不思議なリサイズライト。お姉ちゃん何してるんだろう。リサイズライトの完成よ。早速車のおもちゃで試してみましょう。やった、成功よ。次は元の大きさに戻しましょう。え、もっと小さくなっちゃった。どうしてかしら。あ、そうだ、パーツが足りないんだ。買いに行かなきゃ。どうしてこんなに散らかすの。違うよ、シュクリがやったんだ。ストップ。食べ物を散らかすとゴキブリやアリが寄ってくるから、きれいに片付けなさい。帰ったらチェックするからね。はい。うるさいんだから。あ、最後のケーキは私のね。あ、ずるいぞ。Yeah!
あ、危なかった。もうダメかと思ったわ。今頃震えてきたの？僕じゃないよ。え、ピザが動いてる。うわー、悪くないかな。逃げろ。動けない。プリンがグミを投げるから。連れて行かないで。ただいま。ちゃんと家を片付けた？うわー、なんて数のアリなの。マミーお姉ちゃん助けて。プリン、シュクリ、どこにいるの？ここだよ。どうしよう、声が届かない。プリン、それ、シュクリ。え、リサイズライトが起動してる。まさか小さくなったの？まさかアリに連れて行かれたの？お姉ちゃん、ここだよ。まずはこっちね。やだ、アリに食べられたくないよ。どこにもいない。助けて。それ。やっと見つけたわ。拡大。まだにもなった。ありゃゴキブリ怖かった。これからどうするの？食べ物は散らかさない。部屋はきれいに使う。美術館に着きましたね。早く入りましょう。うわぁ、絵がいっぱい。うわぁ、どれもすごい。お目当てのボニャリザはどこかな。お、ここですよ。おっと。うわぁ、うん、あれ、おかしいわ、ボニャリザの目が違ってる。なんだって。この絵は偽物だ。どういうこと。どうやら誰かが絵をすり替えて盗んでいったようです。なんだって、許せないな。絵の具が乾いていない。この絵が描かれたばかりなら犯人はまだ近くにいるはずです。白熊館長、出口の封鎖を誰も出さないでください。はい、手分けして探しましょう。はい。怪しいわね。ちょっと。ゾウさんじゃないですか。どうしたんです。いや、絵の具アレルギーだったみたいで。絵の具アレルギーじゃ絵を盗むことはできないわね。やった、山梨さんだ。何か隠してるぞ。すみません、私のメガネを見ませんでしたか。お、どうしたんだ。ねえ、聞こえないんですか。メガネを探してたのか。山梨さん、メガネはそこに。キャー、ゴキブリ、ゴキブリの怪物だ。ちょっと、うわぁ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 、メガネがあった。いた、いた、だだだだだ。大丈夫？どうしたんです？何か手伝いますか？いや、大丈夫。何も見つかりませんでした。こっちもです。早く外に出して。行ってみましょう。
白熊館長、早く私たちを出してよ。お願い、用事があるの。子供たちを遊園地に連れて行くんだ。遊園地に行きたいよ。皆さん、お待ちください。ラブールケーブ、先ほど名画が盗まれたんです。ご協力いただけませんか。それは大変だ。そうなんです、泥棒が絵を偽物とすり替えたんですよ。なんてずる賢いのかしら。早くモニャリザを取り戻せるといいですね。ん、どうしてモニャリザが盗まれたと知ってるんです。そうだ、なんでわかったの。ほら、名画といったらモニャリザじゃないですか。あ、なるほど。本当ですか、白猫さん。荷物を見せてもらってもいいですか。もちろんいいですよ、どうぞ。赤、青、黄色の3色しかないから、緑のモニャリザを描くことは不可能よ。私は犯人じゃないわ。なるほど。それはどうでしょう。この3色があれば多くの色を作ることができます。このように黄色と青を混ぜると緑色になるんです。あ、緑色になったわ。それが何よ、証拠がないじゃない。偽物の絵がこんなに。これならどうです。本物のモニャリザだ。ついに見つけたぞ、モニャリザ。泥棒はお前だ。見破られるとはね、シャドークラウ。シャドーキャッツです。それ、俺。あっちに逃げました。待て。目が回るかと思ったわ。そうだ、ここに隠れましょう。いや、便器が入ってるじゃない。あそこです。もうついてないわね。待ちなさい、シャドウキャッツ。大変。この中です。この中にいるはずです。入念に探しましょう。ここにはいません。こっちもいません。あ、そこか。キャー、巨大イケムシだ。おかしいな、どこに隠れてるんでしょう。彼女は先ほど赤、青、黄色の3色ペンキをかぶっていた。この3色が混ざるとできるのは、お、黒です。見つかった。警察署まで来てもらいます。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、赤、青、黄色の3色は色の三原色とも呼ばれていて、この3つの色をいろんな割合で混ぜ合わせると欲しい色を何でも作ることができるんだ。まるで魔法のようだね。わー、虹だ。お、あー、やった。おー、面白いでしょ。みんなも試してみてね。ワン、走る自動販売機。止まれ。ついてないわ。なんで警察に見つかるのよ。逃がすか。捕まるもんですか。見てなさい。おすすけ。それ。ついてないわ。こっちです。うわ、早く隠れなきゃ。あれだ、ねえ。お、どこに行ったんだ。こっちを探してみましょう。危なかった、こりゃいいわ。この味。お腹すいた。自動
動販売機で何か買おうよ。まずい、ここに隠れているのがバレたら大変だわ。わあ、僕たまごチョコにする。たまごチョコはどこよ。どこ、どこなの。一体どこなのよ。あー、うん、これってまさか。出てきた。チョコレートが食べられてる。どうしてだろう。やっぱり壊れてるのかな。恐竜ロボットを買ってみるね。恐竜ロボット。うん、どうして出てこないんだろう。あ、出てきた。見て、恐竜ロボットだよ。どうして粘土でできてるんだ。恐竜ロボットが、チョコレートが。なんで泣いてるの。泣かないでよ、警察が来ちゃうじゃないのよ。二人ともどうしたんだい。そんな、本当に来るなんて。ラブリキーブ、見てよ、自動販売機で買ったものが変なんだ。ん、確かに変ですね。何か問題があるのかもしれません。僕が試しに買ってみますよ。やった。アップルジュースにしよう。アップルジュース。あった。あとマンゴージュースも。これもあるわ。それからキャンディ、ポテチ、クッキーにケーキ。あ、ベルマン君、自動販売機の確認をするんですよ。忘れるところでした。それじゃあブドウジュースを買ってみますね。ブドウジュース。あれ、あれ、まずい、全部飲んじゃった。それどうしよう。あ、そうだ、それ。お、お、問題ないですね。コーラですよ。この自動販売機をもっと詳しく調べましょう。まずい、見つかっちゃう。どうしよう、どうしよう。誰もこのアンサムのことをつかめることはできないわ。危ない。自販機が走ってる。アンさんが中に隠れていたんです。追いましょう。待て、逃げるな。自動販売機だらけだ。わあ、全部そっくりじゃないか。一体どれに隠れてるんでしょう。自販機だ。すぐにわかります。ゼリーは？あれだ！待て！これでも食らえ！はい。
逃げられるとでも思ったか、ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、自動販売機は私たちの生活を便利にしてくれる大切なものなんだ。決して乱暴に扱って壊してはいけないよ。みんなで物を大切にする習慣を身につけて、周りの環境をより良くしていこうね。ワン！警察 VS 悪人。アンさんはとてもずる賢いです。警戒を強めましょう。はい。いた。起きて。行動開始よ。ボスに与えられた任務を達成して仲間たちを救出するわよ。うんうん。どこに行ったの？私の壁越えの技術が役に立つわ。それ。はっ。なんで割りクリップが？これならいけるわ。それ。ね。ワニクリップは侮るからよ。へへ、もっと仕掛けてこよーっと。もう捕まったの？別の方法を考えないと。うわー！地上が無理なら空から突破するわよ。へっ！ガバッバッバッ。あみんな、今助けるわよ。な、それ、レーザーか。楽勝ね。準備完了。それじゃあ始めるかな。それ。全然当たらないわよ。まだ飛べるわ。やった。また捕まえた。あなたも入ってきたの？失敗しちゃった。ガンモ！どうしてみんな捕まるのよ。やっぱり私がやるしかないわ。幸いにも準備はできてるわ。作戦開始よ。掘削ロボット、ハリハリ。警察署の中までトンネルを掘るのよ。ハリハリ。ドロボン。そーれ。慌てて、熱い。下は無理ね。あっちよ。了解。ハリハリ。やあ、怖すぎる。こっち掘って。あ、虫だ。もうなんでついてないのよ。今度はこっちよ。ハリハリ。今度は何？水。
またダメか。もうみんなどこに閉じ込められてるのよ。ベルマン君、アンさんたちは右側の牢屋にいるんですよね。はい、一番右です。一番右ね。さあ掘るのよ。あっ、疲れた。お、着いた。お、やっと見つけた。初めからマークしていたんだ。この場所をわざと教えたんですよ。なんだって罠なんだろう。また失敗した。宇宙人の赤ちゃんのお世話。わあ、星が綺麗だな。流れ星はあるかな。お、わあ、流れ星だ。みんな早く見て。こっちに向かってきてませんか。逃げろ。まず署に連れて行きましょうか。はい。キラピヨー、キラピヨー、この子に名前をつけてあげましょう。キラピヨー。それじゃあキラピヨにしましょう。やったー。キラピヨついたよ。お、キラピヨは、キラピヨ。あそこだ。危ない。また消えた。キラピヨ。Oh,
着いたんだ。服が元に戻ったわ。あ、きっとお腹が空いて力が使えないんですね。ん？お？食べちゃダメ！私の本が！私のデスク！僕のロッカーが！噛まないで！それ！まだ足りないのか？待って！すごい飲みっぷりね。ピャピャ。まだ飲むの？やっとお腹がいっぱいになった。キラピオは本当に可愛いな。うわ、臭い！急いでおむつを替えましょう。よし。ほら、お風呂だよ。今度も大丈夫です。キラピア、キラピア。湯船が浮いてる。それ。それ。ベルマンさん手伝って。今行く。いい子だね。洗おうか。戻ってきた。ゲーム。ようやく休めますね。キラピア！起きちゃった！ダブルゲームのワンポイントアドバイス！みんな、赤ちゃんのお世話はとっても大変なんだ。パパやママはみんなを育てるために昼も夜も一生懸命に頑張ってくれているんだよ。だからぎゅっと抱きしめてこう言ってみてね。パパ、ママ、愛してるよ。いつもありがとう。きっとすごく喜んでくれるよ。みんなもやってみてね。わー！